辰馬、戻して松山、自ら持ち込んでいってこれは決まったが、その前にホイッスルがありました。さあここです、栗原のファール、この位置でのファールです。押し込めない。さあ今度は越谷チャンス、後ろからチャプン、ハーパー、大谷がつきます。コーナースリー狙っていった、決まった。東京ジェットはベッコン、カノー、キーデ、まあ、そういった選手が入っています。さらに64番キャプテンの井出、トマタがつきますが、そして最後はレーンが行って押し込めるか、もう1回最後バスケカン、最後はサイモンがレーンが行ってこれが嫌われて2回目。二宮レイアップに行って決まってバスケットカウン、井出のファールが。ハーパー戻して二宮、もう一回ハーパー、リバウンド菊池、押し込むエンドワン、バウンズパス入っていってハーパー、そしてバッツが最後は押し込んでエンドワン。本当にこのリング下のリバウンドからのバッツの力強さというのは目を見張るものがあります。あっとバッツ外した、お押し込むか、井出から木村、加納が右側からコーナースリー、決まりました。61点、60点に乗せてきた。松山行ってレイアップ決まった、79対67。木村が行った、こっからフローター上げて決めた。さあ残り時間は15秒ほど、おっとちょっとパパがボール落としました。田村が木村がレイアップ、ここで止めます。ここで今ブザーが鳴りました。ビッツリーグ第29節、アーセン東京 Z 対コシガルファーズのゲーム2。